どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ケディです。モローウィンドウ、次からプレイしていきたいと思います。前回はですね、まず、明治ギルドのクエストを少し進めて、で、その後に、ハウステルバンニですね、ハウステルバンニの、マスターネロスには一応認めてもらった感じですかね。まあ、とりあえず勝手にしろみたいな感じでしたけども、で、明治ギルドは、次のクエストがアッシュランダーですね。アッシュランダーの、ワイズウーマンと会談をしたいと。で、そのための交渉をしてきてほしいということなんで、これはそうですね。メインクエスト、メインクエストでアッシュランダーの部族と絡むときに、一緒にやろうかなと思います。なので、こっからは、ハウステルバンニですね。一応マスターネロスは、どちらでもいいと。まあ、勝手にしろって感じですね。では残りの人。ハウスフラールとかテルバンニと同じだとしたら残り4人ですね。If I can be of any assistance, I'll be happy to help. とりあえずテルなんとかってついてる町に寄って行って、そこの偉い感じの人と話していくっていう感じですかね。ここサドリスモラか。テルってついてないとこもあるんだ。じゃあまず上からですね。テル・バラノラ。テル・バラノラ。ここ一回来てますね。確かなんかちょっと変わった女性の人がここを治めていたような気がするんだけども、でなんかこの人たちとなんか揉めてるんですよね。あ、この人かな？ミストレス、セラナ、セレナの部屋に行くには、上がらなければならない。
its selection that you'll find especially useful out there. いや、これ画面酔いするな。確かこの人からあの冬の杖を盗んだような記憶があるんだけど。あ、で、この人だ。うん。クイックセーブをして、確かなんか変わった人だったような。どうしてここにいるの？雲の餌になりに来たの？テルバンニコンシェラー。テルバンニのコンシェラーは最低。自分もじゃないのかな？テルバンニホーター。ん？スティールボックス。鮮度を保つために、ネッチの血と一緒に、その中に、ビターグリーンルーツ、なんかをしまっておくのよね。やっぱちょっと変わってますね。私がもっと若ければ自分たちで雲を育てるのに。うん。話が噛み合わないんですよね。かしこまって拝聴する。権威を話しホーターとして認めてくれるよう頼む。彼女を喜ばせ間髪入れずにホーターと任命してくれるよう頼む。今までの人と選択肢が違うんで、これかな？彼女を喜ばせ、間髪入れずに、ホーターと任命してくれるよう頼む。どうかな？私はなんとか、ミストレス、セレナの注意を引くことができた。その割に、私を支持するのを了解させるのは容易だった。私は彼女が、何を何の理由で支持するのか、把握していたという確信がない。ただ私が、ホーターとして私を支持してくれませんかと聞いたとき、彼女ははっきりと、なりたいの、いいでしょう、そうなさい、と言ったのだ。じゃあ、OK なのかな？それがあなたのなりたいものなら、なりなさい。うん。とりあえず、OK なのかな？で、残り、ブラウンブック。テルバニコンシェル。マスター・アルヨン。マスターアルヨン。テルボス。マスターネロスは、あれ？テルナギ？
これあんまり当てになんないのかな。あ、でもサドリスモラって書いてる。まずここでわかるのはテルボス。あ、テルアルーン。タワーオブテルアルーンに誰かいるな。ミストレス。テルモラ。でいいのかな？で、今ここですね。テルバラノラ。とりあえず分かってるところからじゃあ、回っていって、じゃあもう一回、サドリス村に帰って、テルモラ。とりあえずいきなりてっぺんに行ってみよう。偉い人がいそうな場所に。あれだ。あ、うん、そうそう、ここあの女性しかいないんだ、この町。大丈夫かな。とりあえず仲良くなって、テルバンニホーター。わっ、あら嫌だ、こいつ男だわね。ちょっと、あれだな、他のグレートハウスと違いますね。説得の仕方が。これはダメでしょ。男らしいポーズ。この人、男嫌いなんで。上から、全力で土下座し、話を聞いてくださいとお願いする。こんなことまでしないといけないの？まあ、なんて痛ましいの。かわいそうなウサギがいるわ。情け深くなりませんとね。聞くだけ聞きましょう。なんか、寝れ場に、寝れ場になんか情けないな。指示してくれるか尋ねた。彼女は私の話さえ聞いてはいないようだ。再度説得を試みる前に、彼女の気質を改善させる方法。あ、これ俺間違ったかな。引き続き事情を話す。あ、話を聞けたのは嬉しいわ。引き下がらなかったことも。とにかく古い予言に関して、何かあると、疑ってはダメね。
頭の固いバトルメイジ、どもはレディアズラ、うん、それであなたが予言のネレバリン、ならそういうことで、なんだろう、やっぱテルバンニの人たちちょっと変わってますね。とりあえずオッケーなのかな。うん、私を支持してくれると言った。なんかこんなんでなれるんだったら誰でもなれるような気も。テルボス、確かすぐ近くですよね。うん、ボス、テルボス、あと誰だ。なんか男とキスしたり土下座したり。テルボス、ここのどこだったかな、偉い人。これかな。違うか。あ、こっちかな。あれ、どこだっけ？逆かな？テルボス、テルボス、あそこか、あるよ。この人になんか昔頼まれたような気がするよな。どんなクエストだったかも思い出せないけど、
マスターアルヨンはこの人だ。うん。A warm welcome to you. あ、もう噂が。うん。同じなんですね。一人でもダメな人がいるとダメだと。あの英語。テルバニホーター。事情を話し、承認を願い出る。承知した。そんな簡単でいいのか。君は全責任を負う覚悟があるようだ。ただし説得せねばならん者もおる。マスターネロスは気難しや。うん。でも OK でしたね。ミストレスドレサーは男嫌い。うん。ミストレス、セレナに至っては頭のネジがどうかしておる。うん。アーチメイジスター、ホスレン。もう厄介。面と向かった否定せずに、ズズルと結論を先延ばしする。ゴスレンは君の手で消してしまうのがいいだろう。そんなんでいいの？一応同じテルバニーの仲間なのに。ゴスレンさんは、殺すよう私にアドバイスした。どこにいるんだ？テルアルン。テルアルンですね。了解。正直に言おう。ゴスレンが死ねばこちらは得をする。ああ。この人にとっても邪魔なんだ。ああ、こういうのは、ハウステルバニーだ、常套手段。別に変わったことではないんだ。うん。なら殺しましょう。テルアルン。テルアルンってどこだろう。船で行けるところならいいんだけど、テルアルン。
この人じゃない。上かな？だって電位ドラ、オスレン、レビテトが切れないのが、なんとか殺さずに、いや待て、ちょっと待て、よろしい、しかと分かった、君の話は筋が通っている、証拠にも説得力がある、しばらく熟考した後検討し、うん、先延ばしですね。結構話は伺った、同志ではないお前には教えてやらねばならん、いちいち煩わしいのだよ、お前をテルバニホータに任命するつもりはない、話は終わりだ。あ、戦闘はまだしないのかな。彼は未知の頼りないよそ者であり、部外者である者を重要なポジションに任命するのは、トゥルバニの利益にならないと考えていたようだった。ん？できたのかな？あ。ん？ちょっとこれなんかおかしくないかな。認めさせることができたってなってるけど、こっちでは任命するつもりはない。心構えは変えておらん。お前をテルバニホータなどにさせるつもりは毛頭ない。これはもうやるしかないのか。ネレバラは密かにドゥーマーか、これは、ドゥーマーの鍛冶屋を訪ね、役に立つエンチャントリング、ネレバラ以外のものが身につけると即死するよう魔力が込められている。このリングはムーン&スター、待って、めちゃくちゃ、これでもダメ？あ、一気に下がる。じゃあそのムーン&スターをこの人に
あ、そっか、まだレビテと切れてないのか。この人ムーン&スター装備したら死ぬとか。ちょっとレビテと切れるまで待ってみて。もうちょい、よし、待てよ、一応この間撮ったカメレオン、これだ。これをよ、ビッグセーブ。で、この人にムーン&スターとスターを入れれば死ぬとかならない。あ、できないな、そういうことは。あー、はいはい、仕方ない、ではやるしかないですね。この方には死んでもらうしかない。これさ、大丈夫か。やばい、下に逃げられたな。やりました。マジか、回復。一応もらっていこうかな。これで、これでアルヨンに戻ったらいいのかな。俺のあれ大丈夫だね、賞金首。よし、違う、これで、お、健在している全テルバンにコンシラーの票を集めたようだな。よってこれより君は、ハウステルバンニのホーター、お渡ししたいものがある、ローブ・オブ・ザ・ホーターと呼ばれる古代のアーティファクト。これでグレートハウスは全部終わったんじゃないかな。うん。私は3つのグレートハウスから命名された。
あとは、アシュランダーの部族ですね。で、もらったローブが、これだ。使用時発動型。マジカの最大値。いらないかな。これ来たら、あ、別に防御力が下がるとかはないのか。まあ、ありといえばありなのかな。あ、でも鎧とか見えなくなっちゃうから、やっぱり外そう。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。